北陸自動車道西山インターから柏崎インターの、途中ですが、工事車両が多く止まっているのが見えます。西山インターチェンジと柏崎インターチェンジの間です。現在、高速道路を通行止めにして高速道路の点検作業が行われています。高速道路に、ひびが入っている様子がわかります。今作業員の方が、点検をしているのでしょうか。上越市の、海水浴場の上空です。津波の影響で、こちらの砂浜は、いろいろな瓦礫などが散乱しています。こちらの建物は、完全にひっくり返って、窓が上になっています。完全にひっくり返っています。こちらの建物は、いろんな瓦礫が散乱している状態です。こちらでは、ボートがひっくり返っています。上越市の国道8号の上空です。こちらでは、土砂崩れが発生して、完全に道路を塞いでいます。大きく斜面が崩れ、大量の土砂が道路を塞いでいる様子がわかります。北陸道ノーインター上空です。富山に行く方面で、通行止めとなっています。今ノーインターで、降ろされていきます。現在、高速道路を通行止めにして、作業が行われています。こちら、道路の端に段差ができています。こちらの郵便局の駐車場では、車が5台ほど、水に埋もれている状況です。地面が陥没して車が水に浸かっている状態です。